まずこの両国に流れ始めたのはケイオス矢野徹の入場テーマ曲です。放送席お話はミラノコレクション AT さんです。さあミランさん、はい、誰が出てくるか我々も知らされていませんから。いや全く知りませんね、はい、本当この解説者にこう不親切な、そうですね、感じがしますけども、はい、いやどんなタッグになるのか。三谷アナからの要望というのはユニットの垣根をぜひ超えてほしいというミランさん、こういう要望があったということです。さあ2人目、配信中新日チャンピオン天然 B 並びにここ両国国技館より徒歩約55分、水道橋のスポーツバーエイブリーザーズオーナー並びにみんなで飲もう神楽酒造キムカの黒馬伝道師並びに3年ぶりに復活 YTR VDR プロデューサー並びに大好評発売中敏腕 T シャツもよろしくね並びに新日 SS 新規実装中ポールとヒロシでよろしくね並びにみんなでツアーに参加しよう北海道登別市観光大使矢野徹。確かに身長は 2m1cm もともと大きいですが幅がね、ここはやっぱり太くなりましたね。盗みにかかります。コーナーポストかわされた。そして矢野は誘っているか難しい。絶対計算しますよ矢野選手は。矢野の場外鉄柵にぶつけておいた。なるほど、まずはセコンドから黙らせてしまおうと。これは素晴らしいですね。これはもう誰も文句言えないですよね。まず、クロスキー、クロスキー、トラウマだ、トラウマがよみがえる。真っ暗だ、闇の中だ。AT とかになってまいりました。うまくぶつけていきました。前頭葉か側頭部を思いっきり絡みつくだ。先頭引き込むようにいった。今度はこっち。さあまだプランが残っているかどうか。おお、うまくいなす。お、ここで組みついてフロントスープラックス、そのレスリングサポー入ってくるところ、まあ、ハンドロップ、背後からの危険タックルことだったんですけども、これどう出るかだ。そしてこれは得意の冤罪サポーですが、テントではありません。もう13分10秒、矢野徹選手の勝利です。さすがは期待の大泥棒。紹介コールを途中でね、中断させられてしまいましたからね、はい、あこれ反則なんですけども、ライガーさん大歓声ですね。そうですね、もうお客さんも待ってましたからですね。ファーストの当社の感じでやると大ブーイングですよ。やる人によって全然違う。まあ、物音とかやはりやらぬ上によって捉え方が随分変わるということでしょうか。そして3人がかりか。これはああ吉野家さんをスポンピングしているのかな。まずスポンサーさんを守ります。これはスポンサーが出たら大喜びです。大喜びです。好感度アップです。いやいや今日は